内田雄馬ハートヒートホップ。皆さんこんばんは、内田雄馬です。というわけで内田雄馬ハートヒートホップ45回目でございます。さあ、先週もお話しいたしましたが、今回はえのき純也来ます。純也くん、ありがとう。いや、嬉しいね。まあ収録はずいぶん前だったんですけどね2000何年だったのかな。いやでも嬉しいですよ、純也くん来ていただいてですね、なんと大量に喋ってます。30分では収まりきりませんでしたのでね、いやー、いっぱい入ってたんですよ。じゃあオープニング30分ぐらいやりますかただでさえオーバーしとんのに、もう待ちきれませんからね。じゃあ早速いっちゃいましょう。そろそろ始めてまいりましょう。今夜も30分、ハリーホップ。内田雄馬ハートヒートホップ。この番組はキングレコードセブン&アイホールディングスの提供でお送りします。内田雄馬ハートヒートホップ。改めまして、内田雄馬です。そして本日は雄馬内田ライブ2021イコールサインのライブブルーレイの発売が近いということで、この方がハートヒートオープンに来てくれました。はい、えのき純也です。よろしくお願いします。いや、ついに憧れの番組に憧れの番組でしたか。リスナーですからね。リスナー、あ、リスナーですか。ハートヒートホップ役打ちリスナー、メール。ちょっと今ね、あの収録時期がですね、今あのちょっと皆さん、なんと我々今師走を走っておりまして、そうね、今ですね、ちょうど年末ぐらいで、もうボロボロに忙しいのかな、忙しいのかな、大変なのかな。焼き打ち、焼き打ちのね、今日も夜もいい時間帯に、でも純也くん来てくれましたよ。よろしくお願いします。ありがとうございます。いや、ライブお疲れ様でした。いや、ありがとうございます。結構前ですけどね。そうですね、もう発売時期から見ても4ヶ月前ぐらいなんで、あっという間ですけれども、あの純也くんにはですね、はい、ライブの幕開の映像の方で、そうですよ、出演していただきまして、河口湖までね行ったね。ドライブデートをして、ドライブデート、最後はもう結婚の約束をしていやいや、結婚の約束やっぱ気持ち悪かったね。いや、気持ち悪かった。ちゃんと使ってたから、うちのスタッフちゃんとなんでああいうとこ嫌なところを嫌なところ言い出しといて、嫌なところを使うんでしょう。いや、でも楽しかったよ。楽しかったね。あれ8月だったもんね。そうだね、夏のね、暑かったね。使ったさあ、 あれでも衣装だからね、ちゃんと2人とも。あ、そう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 。でお揃いだよね、確か。そう、実はなんていうの、 1P2P みたいな感じで、 1P2P ファミコンのスーファミみたいな時代の 1P2P みたいな、選ぶのを変えるとあの色になりますみたいな感じだったからね。そうそうそう、感じの色で。そうなんですよ、半袖でしたね。バッチ、ちょっとその時のこともちょっと振り返りながらね、はい、ちょっとお話ししていきましょうよ、はい、っていうことなんですけど、はい、あれでも純也くん、そうだよね、あの時は、うん、まあ仕事でもちょこちょこ会ってたんで、そう、ね、久々でもなかったもんね。全然久々ではなかったかな、うん、そうだよね。今日も昨日会ったしなそうだね、う、収録日の前日 ね明日も会うかもしれないしなマジそうなんだよね。そうね、なんか全体が合ってる、結構合ってるね。今年、まあ今ちょっと師走なんで、うん、で今年にどれぐらい合ったかを考えたら、はい、多分絶対一番合ってる。あ、本当？あ、そんなに合ってる、合ってる。マジか。やっぱり収録的に、うん、週、まあ週ないし月1、2で合ってると思うと、そうだね。あ、めっちゃ合ってる。どう？部屋は？いや、綺麗？汚ねんかい。やばい、いやさ。やばい。いや本当に、うん、もうそのやっぱライブ終わってから、うん、片付けようとか思ってたわけよ、うん、でもね、なんか理由つけて、うん、
なんか今しかも師走入って忙しいしな、バタバタしてるから、バタバタしてるからとか言ったら、うん、なんだろうね、もうなんか洗濯物なのよ洗濯物が溜まっちゃって、いろんなところに、いろんなところ、しかも、なんか奥、あのリビングの奥、玄関、玄関、玄関、どこで脱いでんの？いや、まず帰った瞬間脱いでんの？そう、あの帰ったらさ、まずさ、うん、最初に俺脱ぐのよ。うん、ああ着てるもの全部、なんか裸族とかなの？あ、あのね、それはそう。あ、マジで？え、純也くん裸族じゃないの？全然違う。全然裸族じゃない。全然、結構ね、うん、きっちりしてる家でも。あ、きっちりしてる。あ、マジ？うん、割と普通にいつもこういう格好。ああ、ジャケットまで着てたらちょっと気持ち悪いけど。かしこまってかしこまってなるよね。どこでも休まってない感じするけど。あ、でも普通に外着と一緒なんだ。割となんかルームウェア的なのあんまない。はいはいはい、はい、かもしれないね。純也くんにさ、前さ、うん、あの洗濯してもらったことあったよね。あった、あった時やばかった。洗濯物の数が洗濯マジでよくこんな服持ってるなって思った。逆に逆に逆 に, 逆にまず100枚ぐらいあったんじゃないかな。そんなないよ、そんなないないかな。でも、うん、今あの時を凌駕する量転がってます。マジで転がってます。いやでもさ、俺ちょっと前にさ、もうこのオンエアの時はだいぶ過ぎ去ってますけど、うん、誕生日の時になんか連絡してさ、あ、ケーキ作ってくれるよみたいな、ね、ゆうまくんが言ってたのに、もうそういう状況じゃない ね、 今ねケーキ作るどころじゃない。いやマジで今ね、そうだね、今ねシンクを3日片付けてなかった、ここ3日間ぐらいでようやく昨日やった。濃いね。もうね、あんなちゃんとした、なんか言っていいのか分かんないけどね、あのギターとかを練習できるような、あ、そうだね、部屋もね、部屋とかもあってね、作ったのに、せっかくせっかく作ったのに、ね、これは汚せないねって言って俺は帰ったけどやっぱりそうよ、やっぱり汚れてたんだね。汚れてた。だから一回あの焼きうどんしに来てくれたもんね、うちに。ああ、焼き現場終わりで。焼肉じゃなかったっけ。焼肉か、焼肉して焼きうどん、焼きうどんを後で入れたのか。入れたね。あれは楽しかったね。よかったね。あれすごい、ね、美味しかった。あの時は全然綺麗。あの時そうだね。だったね。あの時は全然普通に食べて帰ったもんね。やっぱ汚れたが、俺昨日お姉ちゃんに会ったからさ。マジ？そう。あ、マジ現場 で一瞬ね、あのゆうまくんの部屋ってどうなってますか今って聞こうと思ったんだけど、なんかお姉ちゃんにさ。うん、部屋片付けたことあるんすよって知られるのもあれかなと思って、まだ話したことなかったからさ、 そのエピソードね。そう、お姉ちゃんにゆうまくんが怒られたらかわいそうかなと思って内緒にしてくれた。内緒にして、内緒にして言わないって言ってくれた。そう、言わないで黙っていたんだけどそう、やっぱそういうことになってたんだね。 やってる。やばい、マジ。最近さ、ふるさと納税でさ、はい、あの卵を50個届くふるさと納税始めたのよ。え、それいっぺんに届いちゃうの？いっぺんに50届く。生卵ってこと？生卵で月、毎月届くのよ。あ、いっぺんに50個？いっぺん毎月。そう、腐るよねいやだからと思って、絶対もう俺料理を始めたじゃん、だから料理始めたから絶対これは使い切れるという自信があったわけ、で、言ってたら、なんと今月、30個ぐらい余ってて、なのに12月だからっつって、遅れると申し訳ないので、早めに送りますっつってまだあるんすけど、まだあるんすけど、あ、20個ぐらいあるのに届いて、今家に80個ぐらい卵ある。えぐ、食べに行こう。えぐユーマくんの笑い方。いや、なんでまで、なんでまで、リスナーよく聞いてるから。そうそうそう。リスナーだから。ね、気持ちいい。あ、すごい。気持ちいい。ちょっと気持ちいい。気持ちいい。気持ちいい。いいお、本当か。そうだな。あ、でもそんな話。いやいや、こんな独り身のかわいそうな男だもんな。だから結婚しようとか言い始めるわけですよ。そっか。ライブで。ケーキ作ってほしいな。あ、そうですよ。本当ですよ。誕生日ケーキを。誕生日ケーキね、もう10月だからね、純也くんね。あれ、ショートケーキ作ってほしいって言ったっけ。あ、言ってた、ショートケーキって言ってた。そう、ね、作れそう。作れる作れる。あ、本当？作ったことはないが。ないが。ないが。なんならあんの？ね、チーズケーキがね得意。ああ、チーズケーキは、ね、それ作ってたね。あとチョコケーキ。じゃあ内田雄馬のライブ、ブルーレイを見ながら、見ながらケーキを食べるか。食べて掃除を。
いや要素多くない。だからね、だからね、あの来た人がねやることじゃないんだ掃除を。本当はまず家主がこう出迎える準備を、うん、することだもんね。そうだね、まずはね来てもらってね、来てもらってね、で、ね、まずどうぞで済むはずなんだけど。そうだね、この感じでずっと幕開も喋ってた。ああそうだね、うん、この感じで延々とこの調子で長かったね。何時間ぐらい喋ってたっけあれ。あれはねマジで3時間川口港まで3時間ぐらいかかるんで3時間ぐらい喋ってましたね、うん、でなんかだいぶ撮りためてるその映像が、いやだって実際使われたのってね、何分ぐらい？マジで15分ぐらいかな。ちょっと変えつつ、ね、そう毎公演ね。毎公演、まあ、4公演あったんで組み合わせ変えて、うん、パターンあったんですけど。だからまだ2時間ちょっとぐらい。あれはどっか行っちゃったんですかね。どっか行っちゃったんですかね。見れないですかね。あの間はね、見れないですかね。いやでもなんかちょっと入るみたいな、ねね、話は聞きましたよさっき。ちょっとどころじゃなかったけどね。まだ確定してないから正確な時間は言えないけど、めちゃくちゃ、ね、この番組普通にレベルの、そうね、ボリュームが普通になんかそれ一本で売れるぐらいのボリューミーなやつぐらいは入ってるから、ありがたいですよね。ありがたいですね。ありがとうございますジュニア君本当に。いやいやもうあれ俺遊びに行っただけなんで。一回行ったことあるしね実際。実際あそこさ、あそうか、あのね川口湖の方にね、あのルートね、あのルートでねドライブに行ったことがね、ほうとうね食べ行きましたね。ほうとうでもさ、うんうん、めちゃくちゃ美味しかったけどさ、ほうとうの店が有名店すぎて、うん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 、超並んでてさ、あの時ね。だったねだったね。で横のなんか、うん、おしゃれなレストランでちょっとお茶でも飲みながら、ほうとうなんか整理券もらえたからさ、あそうだった、ね、あの時 ね、ちょっとそこで待つかって言って、うん、お茶一杯飲む気で行ったら、ゆうまくんがクソ頼み始めてそのレストラン、いや美味しそうだったね。美味しそうでね、うん、西洋系のね、そうレストランでね、なかなか東京にはないよね。ないような、なんかステーキみたいな。頼んだわステーキ頼んだ。でもただのステーキじゃないみたいな感じの。ただのステーキじゃない。なんかフランス料理みたいな感じだじゃなかった？でもそういう感じだったかも。そう。なんかちょっとそのあるやんグリル的なやつだけど、その中でもちょっと。一個ひねった感じのね、なんか香草焼きみたいな、よくわかんないけど、だったかもだったかもしれないね。だったかもだわ。いやなんかそれにテンション上がっちゃってさ、頼みすぎてたよね完全に。ゆうまくん、いやでもじゅんやくんもさ、俺もいけるなって言ってた。言ってたよ、めちゃくちゃ腹減ってた。正直正直で結果もう食いすぎてほうとうがもうつらかったね。ね、いや美味しかったけどさ、美味しかったけどね、あの結構量あったんだよねあのほうとうやね。いやっていうかあのかぼちゃかなんかがすごいでかくて、ほうとうに入ってた。でかかったわ。野菜がめっちゃでかかったよね。そうだね、具材めっちゃでかかったもんね。そうあれね、ぜひ行ってほしいね。ぜひ行ってほしい。 あれ映像でね、あそこの、うん、あそこじゃないかとかって言ってるよね。言ってる映像がね、あのライブルーレイの方にそう入ってますんで。あそこですから。あそこですから。あの横にも宝刀屋あったよね。あった。ドーム型の。ドーム白いドーム型のやつでしょ。多分映ってると思うけど。あれちょっとあっちどんな味なんだろうね。評価のなんか高さ同じぐらいだった。うん、あそうか。あの時調べたよね。名店どっちも名店なんで。いやー行きたいな。また行きたいね。行く？行く？年末。年末。年越し。年越し。一応カメラ回しながら撮影。いやだな、まだ仕事するか。いやでも散々さ、いやもうそれこそもうね、うん、我々そのもうクリスマスとか、はいまあ、どうしてるか分かんないですけど、分かんないね、もう当分言ってたじゃないですか、はい、それこそ呪術映画やりますっつって、ああそうね、見に行くかとか言って、一緒に行くかとか、イブにイチャイチャしてるカップルとも百鬼夜行、百鬼夜行で潰しに行くかこと言ってたよね。払いに行かせて領域で領域で散々もう我々は言いつ、ね、この1年言い続けてきたわけで、そうね、ちょっとどうしてるか気になるとこですけど、何してるかね、まだそこを迎えてないわけですけれど。そうだよ、まだ迎えてないから。でも多分普通に仕事入ってたね。そうじゃない、だってそうだね、
めちゃめちゃ普通に仕事入ってた、ね、入ってたよね。だって平日だったし。そうか24平日だった。いやでもちょっと見に行きたいけど ね、 、うん、行きたいよね。そういうのもそういうのもねいいよ ね、 ね、やりたいですよ。だから純也くんいろいろやりたいですよ。そろ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 なんか怖い下心見える。え下心下心下ちょっと狙われてる。私明けすけでした。明けすけで私明けすけでひらひらひら。何やりたい。でも何やりたいかね。でも純也くん、いやてか単純にさ思うわけですよ、うん、我々このライブでももう3時間ぐらい喋ってましたけど、喋、うんうん、り続けられるわけですよ我々。そうね、結構明るい話もするけどさ、うん、暗い話も暗い話で、まあ、あ真面目な話ね。そう幕間映像でも見た方いると思うんですけど、うん、オンの内田優馬じゃない時、うん、オフの内田優馬、うん、僕は見たことあるんでね。どんな感じでした。まあ一回見たのは、うん、街中で、うん、あれ内田優馬くんかなみたいな感じで、うんうん、歩いてるの見えて、うん、優馬くんで声かけようと思ったんだけど、うん、なんか一人でセリフブツブツ言いながら明らかになんかセリフっぽいのをブツブツ練習しながら下向いて暗い顔で歩いてる内田優馬くんを見かけて、あれがオフのやばいやオフの内田優馬やばい呪霊か呪霊か歩いてる時もやばいやん。いやでも呪術廻戦のディレクターの方にも、うん、いやゆうまくんって本当明るいですよねみたいな話をしたら、うんうん、ゆうまくんはでも気を使ってると思うよって。いやめちゃ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 くちゃなんか逆に気使ってもらっちゃってるやん。ゆうまくんは気遣い屋さんだから疲れてるんじゃないかなみたいな気使われてたよ。そんな話してるの俺がいないところでしてたね。どんな話してんの。してたね。言ってくれよ逆に。でもオフの内田ゆうまって、うん、いつの時なの。オフの時 こういう時が俺一番オフだなみたいな。うわでもいや最近は、うん、でもねあのそれサウナ行くようになった。あサウナ行った時はもうやばいね、はいはい、サウナ好きなんだ。サウナ好き。なんか前からちょこちょこ行ってたんだけど、うんうん、そう最近カイト君に。あカイト君好きだよね。カイト君がもうサウナハマりを、うんしちゃってて、しちゃってて一緒にじゃあ一緒にこの間行って、うんうん、そしたらもうやっぱねもう喋んないのサウナ行くと。もうもちろん会話しないんだ。会話しない。まあサウナの中ってやっぱ喋れないっていうのもあるし、あ、まあ、あそっか他の人もいるし、ね、そういるし、うん、で入ってで休憩すんのよ、うん、で休憩してる間、まあ、別に何しててもいいんだけど、うん、もうやっぱなんかこう空っぽになるわけ、ね、もうなんかもうそのサウナ入って水風呂入って、うんで休憩っていうこのターム、うん、ここでもゼロもう虚空を見つめるわけもう何もないんだ。何もないもう悩み事とかももう全てもう消える。消えるんだ。もう流れてく汗とともに。すごいサウナってそんな効果がそうなあるんだね。あるのよね。斜め見て、うん、2人揃って斜め見てこう、うん、休憩スペースみたいなとこ、ね、そうスーッつっていいね。なんかサウナ行っていっぱいご飯食べたいな、うん、お腹すきそう。あいやもうサウナってあなたはサウナに向いています。純也くんもうその発想そうだった。なんか食べたんその時も。食べましたね。いっぱい食べちゃう。本当はね言ってたのよ、うん、サウナって消費カロリーが高いから痩せるねっつって。まあそういうよね汗かくし、うん、汗かくし、うん、だからご飯我慢しようっつって言ってたんですけど、うん、うどんとアイス、うん、デザートまでしっかりと食べてカリッと食べそれだけで終わったの。それあとはお作りお作りお作りを食べ、それはあのサウナについてる食堂。あそうそうそう的なところで、ちょっとなんか近くとかにあった食堂で食べましたよ。いや美味しかったね。やっぱサウナって水風呂と交互に入ると、うん、あそうめちゃくちゃ気持ちいいよね。めっちゃやったことある。純くんあるある。うんなんか交互に行くとすごいスッキリするよね。うんあれはやっぱり血管の収縮が血流良くするらしいよ。なんか何の番組なんすかこれ。いやこれハートヒートホップだからヒートハートをほらライブの話とか全然あいいっすいいっすもうライブサウナの話ライブの話にまあいいっすいいっす。じゃあそういうサウナ行く時が最近はうわマジで
穏やかになる、オフな、オフになる、やっと。純也くんオフになる時ある？最近ないね、マジで。結構忙しいでしょ、だって純也くん今な、年末だから、うん、なんか番宣系の、あ、それこそもう今はあれでしょう、もうスパイディのこの番組の構成作家、うん、ちゃんこさんですよね、うん、皆さんご存知の、ご存知の、ちゃんこさんとスパイダーマン一緒に映画館に見に行ったことありますか？マジか。ちゃんちゃんとちゃんっていうの、ちゃん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 大好き、ちゃんちゃんマーベル大好きだね、マーベル大好きだから、ね、うんうんうん、で俺もね、うん、前から交流持たせてもらってたんで、うんうん、一緒に見に行ったことを、あの大きな体で大きな体で座れるのかなと思ったら、ちゃんと座って座ってグシュン見てましたよ。これもう放送されてる頃には行ってんじゃない？一緒にノーウェイホーム行ってるかもね、最近ちょっと一緒に遊んでないんだけど。あ、本当？そう、じゃあ見に行くか、それみんなで行きますか、行くか、ね、俺も楽しみにしてるし、スパイダーマン。ちょっとでも吹き替えだとプレッシャー感じるから字幕でいい？なんでだよ。いやいやいや、それこは吹き替え世界で見たいだろう、ね、俺字幕で一緒に見に行った気するな。マジ？ちゃんこさんとちょっと気使ってくれたんかな、ちょっと気使ってくれたのかな。どうだったかな、ちょっと忘れちゃったけど。いや、緊張するもんね、自分のなんか緊張するね、アフレコチェックみたいな感じになっちゃうもんね。いや、そうなんかね、やっぱあら探しみたいになっちゃうから ね、作品を楽しむっていうかね。そうね。いや、まあ、楽しそうだね、そういうのもね。あれ、そろそろお時間です。すいません、お時間ですか？コーナーですか？次、次コーナー、そう、まだまだねあるんで、はい、ちょっとコーナー先にも純也くんにお付き合いいただきたいと思います。はい、お願いします。内田優馬ハートヒートアップ。君のハートを聞かせて。リスナーの皆さんの心を内田優馬に聞かせてもらうコーナーです。悩んでいることでも、今感じているモヤモヤ、ただ内田優馬に報告したいことなんでも OK です。みんなの心を聞かせてください。というわけでこちらですね、はい、皆さん、まあ、お悩み相談コーナーみたいなものでございますけども、はいはい、ジュニア君、なんか相談したいことありますか？いや、僕もう33歳になって、あら、最近、うん、めちゃくちゃ太り始めちゃってマジ、ええ、マジであんまそんな感じしないけどね。食べちゃうんすよね。あ、食べちゃう、はあはあ、どうしてもご飯を、ご飯を、まあ、さっき休憩中に話しましたけど、うん、この間も出前1000円分頼んだら、うんうんうん、出前の人が間違えて5000円分肉持ってきてマジ、そう、マジで、で、なんか食べきれなかったよみたいな話してたじゃん、うん、はいはいはい、ほぼ食べきっちゃって一人で食べきったの5000円分ライスもいっぱいついてきたから、マジ？何人前か分、うん、結構食べちゃってでも食べきったんだ、食べきっちゃって、ほぼほぼほぼね、いや、ちょっと残しちゃったけど、そう、どうしたら、ゆうまくん、ゆうまくんやっぱダイエット頑張ってるじゃん、まあ、そうね、どうやったら我慢できますか？え、我慢というか、どうやったら痩せる、痩せれるか。今ですね、はい、同じ悩みを抱えています。やっぱライブ終わってで終わって、はい、でこの間あの歌プリのライブっていうのもあったの、終わったのよ、はい、それが終わって、はい、今年のライブ活動が全部終わった、お、一旦、はい、したら、うん、もう、ね、解放されちゃって、うん、1日6食ぐらい食べてる、やばいよ。格闘家の食生活みたいな感じになってんだ。そうなのよ、だから俺も今悩んでて、ああ一緒に考えよう。え、そういうコーナー、そういうコーナー、役立たずじゃん。全然、いや、全然役立たずじゃん。なんなの、共感してくれるの、共感してくれる、わかるみたいな。そういう、やばい、それだけの中身、中身ね、中身ね、やば、食べちゃうよね、食べちゃう。いや、でも僕が思うに、はい、やっぱ目標じゃないですか。目標決めましょうよ。あ、我々のどうなりたいか。そう、こうなりたい、体こうなりたい、はい、でここまでにこうなろうみたいな、はい、どう。で、僕もね、ゆうまくんと一緒にダンス練習、うん、たまにね、そうですよ、混ざらしてもらってるんで、ね、
っぱ軽くなりたいからな。何キロとかじゃない方がいいですよね、うん、体脂肪率とか。あーいいね、体脂肪率。体脂肪率、うんうん、ダンサーの人ってでもどんぐらいなんだろうね。俺ね、人によるんだけどさ、うん、本当にもうムキムキでやってる人でも、うん、まあ、多分ベーシック 7-8% ぐらい、うん、まあそんぐらいがバランスがいいのか。純也くんだって すげえ少なかった時あるよね。だ昔その剣道やってて、うん、ガリガリだった時は 3%、うん、いやもうマジで、中田秀俊と同じ秀俊現役時代の中田秀俊と同じだったらしい。現役の秀イコール純也イコールイコールやイコールサインイコールサインやぐらいだったけど、やばいや、風邪ひいてたよくあやっぱね、脂肪がないとね、脂肪がないとやっぱ弱くなっちゃうみたいで、免疫下がるって言われてるからね。そう 7% 7% 目指そうよ、2人で目指すか。うん、目指そう。後でじゃあ、あるっていうか家に、あ、家にね、あるよあるよあるよ。あ、俺ない、体重計ないんだよね。え、体重計ないの？ない。じゃあ体重計買うとこから始めよう。体脂肪率測れるやつ。あ、じゃあちょっとおすすめ送るわ。ああ、後で送るわ。後で。今あの仕事中に今スマホで送ろうとして。 7% を目指して、 7% を目指して頑張りたいですね。目標を持って頑張りましょう、はい、これ相談に乗るんですか？そうです、皆さんからね、はい、お相談いただいてますんでやっていきましょう、はい。ラジオネーム123からいただいています、うん。いきなりですが私の話を聞いてください、はい。月始め友人が旅行に行ってくるお土産買ってくるねと言い、買ってきて早2週間、はい、未だにそのお土産をもらっていません。あ、ほとんど毎日顔を合わせているのですが、自分の性格上お土産はと聞けるタイプではないので、相手から話題を振ってこない限りは何も聞きません、うん。お土産忘れた、明日持ってくるねを何度繰り返したか、うん。このワクワクとモヤモヤは一体どこにぶつければいいのでしょうかと答えています。わかるな。あ、こういう経験あります、純也くん。うん、友達が誕生日ケーキ作ってくれるって言ってたのに、なんか作ってくれなくて、うん、なかなか聞けなくて、うん、困ってる。よくないね。あれ、それはよくないな。それはよくない。忙しい。友達も忙しいんじゃないですか。忙しい。あ、なるほどね。そうそうそう。その人も結構忙しい人なんだ。忙しくて、うん、忘れてないんだけど、うん、やっぱ持ってこれない。ってことあん、まあ、いやでもね、その友達はね、多分だけど、うん、言われるまで忘れてた、忘れてたんじゃないかな。そういう時でもどうする？そういう時、うん、聞ける？聞けない。俺聞けない。たまにあるじゃん、なんかさ、我々みたいな職業してるとさ、うん、この間あの、うん、コラボカフェ行ってきたんだみたいな、はい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 、その番組のね、番組のね、で我々が行けなくて、うん、その共演者の方が行ってきて、うん、でお土産買ったからねみたいな連絡もらってたけど、うんうん、一向にお土産もらえないみたいな、そのキャラクターグッズみたいな、はい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 、この人忘れてる多分、うん、みたいな時、うん、言えないよね。いやもう言えない。でもその時はやっぱもう、と、うん、遠いところからさ、うん、外堀からちょっとやってくよね。なんかこ のグッズどうでしたとか、その人の グッズどうでしたとか、手に入りましたとか、そうそうそう、コースター出ましたかみたいな、出ましたみたいなことを聞いたり、そうして、してこっちっていうか、あ、どうでした、あなたはもらいましたっていう。そっか、そう、この人もなんかそういうことを聞けばいいのか、間接的に、間接的にあの行った場所どうでしたみたいなこと。あ、そう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 、あそこはみたいな。めちゃめちゃ最近やっぱ旅行熱高まってて、前言ってたじゃん、 あそこのあそこの何々、やっぱあのあれ食べに行きたいんだよね私もみたいな、一緒に行きたいなみたいな。めちゃくちゃ攻めるな。攻めてる、攻めてる、結構攻めてる気するけど。まあでもそれが一番、そう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 、いいよね。未来にちょっと変えちゃうっていう説。あ、未来に、そうそう、もうあの時のお土産はまあ、いい、ね、触れずに、触れずに今度一緒に行こうよで、そうか言って、で、あ、そういえば買ってたわってでなるかもしれないし、うん、よし買ってなかったとしても、うん、じゃあそれで行けば、あ、そうだね、行こうねで終わるから。そうね、そう、それでもう持ってこなかったら、ああ、もうそれはもうそれで終わらせよう、終われだね。終われるから、ああ、諦められるから、諦められるから、一回未来の話をしよう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 。これ解決の音楽だ。あ、そうなんだ、ね、はい、心震えたな。さあ、というわけで以上、君のハートを聞かせてのコーナーでした。
ということでここで純也くんとお別れのお時間となってしまいました。純也くん、はい、本日はありがとうございました。いやありがとうございました。全然なんか、うん、ライブの話っていうよりは雑談に雑談になっちゃいましたけれども、たくさんでもねこういう雰囲気をライブの幕間では、はい、そうだね、まあ、皆さんにお届けね、ずっとこんな感じに話してて、まあでも話がね、うん、いつも尽きないから、うん、いやありがたいなと思いますよ、ね、いやもういやこちらこそですよ。いや楽しかったです。僕結構人見知りなんで。本当に？大体なんか2人になるとシーンってなっちゃうんですけど、うん、もうゆうまくんとかはずっと話してくれるから、うんうん、いや本当にね、いやすいですよ。本当？一緒だと。いや嬉しい、はい、めちゃめちゃレギュラーにしてくださいあれレギュラーついにもう準レギュでもなく、これもうハードヒートホープって言いたいもん聞いてくれてんだよな、聞いてるからね、言い方が聞いてリズム感が取れてますけども入ってるやん。いやでも本当楽しかったです。いやありがとうございました。そんな純也くんは、はい、ライブパッケージをセブンさんでご購入いただいた方がですね、はい、特別編を、はい、撮ってますんで、そっちでもね、はい、純也くんとお話ししてますんで、はい、なのでぜひとみちゃんそちらもね引き続きよろしくお願いします、はいはい、じゃあここで一曲かけたいんですけど、はい、純也くんぜひ内田雄馬の曲から純也くんのおすすめ、そうっすね、なんかないですか、まあ、最近僕お風呂入るときに聴いてる、うんうんうん、曲がレインボーでマジ、はい、お風呂ソングなの、お風呂ソング、よく iPad 持ってレインボー流して、うん、でこう僕ん家のお風呂のレインボーを見て、うん、お風呂の中で水でこうシャワーでこうやってもうだからやばい人なんだなんかもうゆうまくん恋焦がれてるの、恋焦がれて会いたい会いたいよきちきちきちです。なのでまあ僕のお風呂ソング、お風呂ソングレインボー、レインボーですね、ぜひ。わかりました、はい、それじゃあ、そんな純也くんのお風呂ソング、はい、レインボーを皆様お聞きくださいませ。ということで本日の特別ゲストはえのき純也くんでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ヒートハップ、お送りしてきました内田雄馬ハートヒートホップ、今夜もそろそろ火を消すお時間になってしまいました。さて番組ではリスナーのあなたからのお便りをお待ちしております。宛先はおはがきの場合郵便番号 105-8000 に文化放送内田雄馬ハートヒートホップまで、メールの場合はすべて小文字で yuma@joqr.net yuma@joqr.net、 ユーマの綴りは yuma です。そしてこの番組は文化放送地上波で毎週土曜日24時30分から音声
制でお届けし、超 A&G プラスでは毎週日曜日23時から動画で一部コーナーを変えてお届けしているので、どちらもお楽しみください。また放送後の月曜18時に内田雄馬オフィシャル YouTube に番組の音声アーカイブをアップしますので、ぜひチェックしてください。今週はですね、なんと放送にこの純也くんのゲスト回、放送に乗り切らなかった分がなんとディレクターズカット版ということでですね、公開されちゃいますので、ぜひとも本放送を聞いたという方も、このアーカイブ、音声アーカイブチェックしてみてください。よろしくお願いします。さらに、この番組、番組公式ツイッターもございます。放送終了後に僕の写真がアップされますので、ぜひフォローしてください。最後に内田雄馬からのお知らせです。内田雄馬は9枚目のシングルグッドムードとユーマ内田ライブ2021イコールサインブルーレイ &DVD がいよいよ来週2月9日に発売となります。ぜひゲットしてくださいね。またこちらのシングルとライブブルーレイ &DVD の発売を記念して、内田雄馬と一緒にライブを振り返る生放送特番を実施いたします。2月9日水曜日の夜22時からニコニコ生放送と内田雄馬の YouTube 公式チャンネルにて生配信いたします。なんと内ダンサーズから A ちゃんとケータが参加してくれます。やったー。いやー、というわけなんでね、ぜひ詳細は内田雄馬公式サイトをチェックしてください。さらに内田雄馬オフィシャル、オフィシャルショップユーマートの新グッズ、2月9日の20時より販売開始となります。今回はグッドムードのアートワーク使用したマルチポーチ、今手元にございます。そしてブランケット、ブランケットあります。結構ね、使いやすい大きめの黒いねブランケットです。あったかいですよ。はい、と、これに加えまして With You のラインナップのブロマイドホルダー、今手元にございます。パーン。はい、まあちょっとこれ裏は見せられないんですけどね、サンプルなんで、はい、結構ねおしゃれな、はい、ファイルになってます。ぜひともこのブロマイドホルダー、そしてあの今前にあのイコールサインで出していたマスクの再販、が出ますので、ぜひともユーマットの方皆さんチェックしてみてください。よろしくお願いします。続いて1月から出演している作品情報です。オリエント武蔵役、東京24区赤木蘭役、佐々木と宮の半沢雅人役、リーマンズクラブ桐島拓磨役、からかい上手の高木さん3中井役、新幹線変形ロボシンカリオン Z 安城島風役、ボルトナルトネクストジェネレーションズ川木役、そして2月からはデリシャスパーティープリキュア品田拓磨役で、出演しております。他にも、作品に出演しておりますので、ぜひとも情報のチェックをよろしくお願いします。ということで本日の放送いかがでしたでしょうか。もうどうなってるんだろう、僕もあのその編集されてどうなったか知らないすごい気になる、すっごい気になるけど、まあ盛り上がっていることでしょう純也くん来てくれて本当にありがとうございます。すごい嬉しいですね。また純也くんとはなんかやりたいですね。会いたいですわ。まあ今ね24くんも一緒に出てますし、リーマンズクラブの方でもねご一緒させていただいておりますから、ぜひともねあのアニメとこうやって一緒に何かやるの両方ともよろしくお願いします。というわけで今日はこの辺でお別れです。ここまでのお相手は内田雄馬でした。次回もハラヒートホープ。内田雄馬ハートヒートホップ、この番組はキングレコードの提供でお送りしました。